本日はこちら、ハードオフで購入したジャンク品の紹介および修理の方をやっていこうかなと思います。久々のですね、パナソニックコンポ、こちらの SA-PMX5 っていう型番のデッキを手に入れることができました。でこちらの方ですね、まあ訳ありコーナー、まあジャンクコーナーにあったので、まあどんな状態なのかっていうのは全くわからないデッキになりますが、今からですね紹介の方をしていきたいと思います。それでは行きます。レッツゴー、イエーイ、萌え。はい、ちょっとまず、コーヒーの方をいただきます。コーヒー飲んだ後に、はい、やっていこうかなと思います。はい、こちらの方が今回購入したデッキになっています。ハードオフで珍しくこの手のやつが売っていまして、もう即買いしました。こちら、コンポ、スピーカー付きということでジャンクになっています。で、内容なんですが、通電子 AUX 入力からスピーカーへ音出ました。CD は読まず、他未チェックということで、まあ、おそらく、まあ、CD の問題が一番、まあ、大きな問題かなと思います。あれあれ、少々お待ちください。少々なんやいな。少しお時間ください。何も言ってないんですけどね。何や。はい。無視されましたね。はい。で、音出ました。CD を読まず、他身チェックということで、2200円で、購入した、デッキになっています。まあ、こちら、見た感じですね。スピーカーの方も、ついていて、で、本体の方も比較的綺麗。で、まあ大きな傷とかない状態だったので、まあ総合して良いなと思って買ったんですけど、まあ、こちら、まあ、当然ネットを外しても、ツイターのへこみとか、まあ、そういったところもなかったので、まあ非常に良い状態だなと思います。リモコンですね、ちょっとそれがついていなかったので、ちょっと今探してきまして、こちらですね、全く同機種のやつではないんですが、もしかしたらこれで再生できる部分があるんじゃないかなと思いまして、一旦これで一回テストしてみようかなと思います。こちらの方は、110円で購入したリモコンになります。はい、まあ、このデッキをですね、今から接続しまして、まあ、どんな症状なのかっていうところを確認して、直せるもんであれば、修理の方をしていきたいなと思います。ピックアップの清掃及び、まあ、レーザー調整ですね、まあ、この辺をしていくと、まあ、そんな感じになります。それではセットしていきます。うわ、なんか、スピーカーケーブルと、電源ケーブルですね。意外とめんどくさいんですね、これ。で、はい、これでセットできました。じゃあ、記念すべき、電源を入れていきます。電源オン。あ、薄いか。はい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 、まあこんなもんかな。で、CD。音は出てますね。これ今、ザーザー音なんですけど、音は出ている。一旦ですね、CD を入れていきます。はい、再生していきます。ノープレイ。ノープレイって出ますね。本当やな。はい。まあ、ということで、こちらですね。再生しないっていうことが分かりました。ノープレイ。開けなあかんか。それでは、iPhone に今からですね、ケーブルでつないで、iPhone 4S 時代の、ドックの方がこちらついていまして、これ、ついているので、ここに 4S のドック用のコネクタを挿して、で、こちらですね、iPhone を挿して、ちゃんと音が出るか聞いてみます。よし。チェッキング。コネクト。はい、再生できてますね。
再生の方は普通にですね、音も非常に良い印象です。なのでこちらの方は CD の問題ですねを、解決できれば一応こちらは、完璧なデッキとして扱えるんじゃないかなと思います。なのでこちらの、CD のデッキを、今からアクセスしまして、見ていこうかなと思います。開けます、これはなんか可愛くないですか。これなかなかいいですねこれなんかなんやろ、魔人ブーみたいな感じですね。まあいいとして、こちら、左右ネジ1本と、後ろ 1,2,3 本外していきます。小ぶりなデッキなので非常に扱いやすいですね。もうね、重たいとか大きいとか結構ね、そんなんばっかりなのでとっつきにくいって言いますか、けどこれであれば全然とっつきやすいからいいですね。うん、軽くちゃちゃっと直すと、まあそんなことができたらいいんですけど、まあ、なかなかうまくいかないだろうなと思います。で開けていきます。こういう感じ、開封の儀、はい、こんな感じで見えますかね。ここ上、これ配線があるのでこれはちょっと気をつけるポイントですね。はい、こんな感じになってます。でまずここですね、こことここ2箇所つながっています。コネクターの形状が2つ一緒なのでこれはちょっと気をつける必要がありますね。こちら前の方がこの前のコネクタ、後ろが後ろのコネクタという形でちょっと覚えとかないと差し間違えるとちょっとえらいことになりそうです。でこちらが iPod ドックの、基板になります。まあこんな感じで外れましたが、こっからまず前面パネルを取っていきます。前面パネルはここですね、横を外すだけでいけるのかな、ここですね。これをちょっと押す必要がありますね。あ、危な、ちょっと危険ですね。アースとコネクタをちょっと外して、で、あとフラットケーブルですね、これも抜いておきます。こんな感じになってます。フラットケーブル、コネクタ、アースという感じです。ここか。あー、なるほど。意外とめんどくさい。これ、両方外さなあかんのか。ここ外して、で、後ろですね。外すと、まあ、アクセスできるんじゃないかなと。ん？こうなんで外れてんや？あれ？ここ外してないんですけどね。あれ、ここネジない、なんでこれ分解誰かしたんかな。ネジないですね、ここでも。これを組み立てようと思った時に組み立てのテストできるかな。とりあえず外していきますか。こちら見えますかね、ここ。なんでこのガタガタなの。これちょっと外していきます。意外とドツボにはまりそうな気がしてきました。これでおそらく取れてくるんじゃないかなと。なんかめっちゃ簡単にアクセスできそうな雰囲気だったんですけど、なんだそんなことなかったですね。ああ、はいはいはい。お、ここ外さないといけないですね。ここの足のところ、ああ、ひどい、回りますね。はい、でこれでようやく
はい、アクセスできました。これなんか意外とめんどくさいですね。ここにですね、おそらく CD を開ける部分がありまして、でこれでトレイのベルトはここですね。はい、全然問題ない。これは、え、これ何、これ取れへんやん。あっちゃー、これプラスチックのこの板もう一枚もんなってますね。ということはピックアップレンズのアクセスはどこですんやろうな、これ。ちょっとこれ取っていきますね。マジかいな、軽っ、めちゃめちゃ軽いですねこれ。何これ、軽いな。これ取らなあかんのかな。こんな感じ、トレー開きます、でトレー閉まるっていうような。あ、ここか、ここにネジがありますわ。あれ、ここネジない、なんで。いやー、これ分解されてますね。前誰か、全部止めずになんか軽く止めてもう打ったみたいな感じですね。多分調整無理やったんかな。いや、きちになってきましたね。微妙なこの隙間からピックアップレンズは見えてるんですけど、こんな際どい調整をしなあかんのかな。で、この辺見てください、これ。このギア、もう、透き通るぐらい薄いギアで、こんな大丈夫なのかな。全体が軽いから大丈夫なのかもしれないですね。すごい軽い。なんかね、ここ見えますかね、なんか可変抵抗が2つあるんですよ。これ今見えてる1個と、まだ奥にももう1個あるんですね、ここ。こう、2つあるんですよ。なんで2つあるのかなっていうのが、ちょっとわからないんで、両方、ちょっとずつ、5度ぐらいやってみようかなと思います。ちょっとだけ回しとこうかな。これでどうやろうな。これちょっと仮組テストしたいな。この状態でなんとか仮組テストできんかな。こういうことか。で、こういう感じですね。で、はい。こんな感じで、これでいけんのかな？あらゆるところが刺さってない。これでちょっとテストしていきましょうか。お！ヘロー。よし。これで、いきましょうか。じゃあ CD を開けていきますね。トレイオープン。あれ？トレイが赤い。なんで？ちょっと下。あ、来た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 。ちょっと CD を入れていきます。もうちょっと回しますか。で、もう一回いきます。再生。え？なんか、全く CD が回ってない？なんか合ってる？ CD の電源はでもここしかないですよね。これだけやもんな。なんかこれ怪しいな。CD は出てくるんですが、調整しまして、どんな感じか見ていきます。お、回りましたね。で、リーディング出てました。うん。で、リーディング、お、CD。じゃあ再生していきます。再生しましたね。いや、嬉しいな、これ。可変抵抗2つあって、ちょっと両方回しながら今、進めているとこです。
ただちょっとトックの読み方が若干鈍いっていうか時間かかっているので、もうちょっと調整する方がいいかなと思いますね。だから今からちょっとこのここを起点としてマジックをちょっと塗ろうかなと思います。でこっからちょっと調整していくというような感じでやっていきます。これ今あの通常の CD さあ早い通常の CD は行きました。はい、こんな感じで、あ、すぐ直りましたね。こちらやった、嬉しい。おかしいな。はい、まあそんな感じでですね、どうやってあの仮組みテストしようかなと悩んでたんですけど、こういう感じでですね、無理やりテストすることができたんで、もう組んでまた分解して組んで分解してで、この仮組みやったらもう死にそうなんですけど、まあこれでちょっと裏めくって抵抗値変えてみたいな感じでなんとかですねできましたんで、ちょっと良かったかなと思います。なので今からこちら戻してで本組テストの方を今からやっていきたいなと思います。いやこのデッキね、意外といいなと思ってたのは、まあコンポの割にはそこそこ重厚感があって iPod ドックとかもつながりますし、まあ、Bluetooth かもここ USB の端子があるのでできるかなと思います。まあちょっと工夫次第では Bluetooth 化とかもできるんで、まあその辺考えるといいデッキだなと思います。じゃあ今からこちらですね、戻していきます。まずここを合わせていくと、ダンパーの役割みたいな感じになってますね。でこういう風にはめていきます。基板のネジですね、止めていきます。ここネジ止めんの忘れてるわ。いやこれめんどくさい。手順があるんですね。でネジがこれ全部ないんで足りなくなるんですよ。まあとはいえ重要なところだけはネジ止めしとこうかなと思います。3 OK かな。これでフラットケーブルをつなげましてと、はい、こちらですね、つないでいきます。この配線ですね、これがあれ、ちょ待って、このまず前面パネル、この前面パネルですね、これフラットケーブルつなげて、はい、よし、CD のトレイが開くかちょっと見とこうかなと思います。これで開かへんかったらまた外さないといけないんで、あー、トレイ開く、よかった。再生するか見ていきます。あ、よし、再生しますね。よし、じゃあシャーシを締めていきます。よし、あれ、なんか歪んでるわ。はい、CD も出るし再生も多分できると。スピーカー接続して最後音出しをテストして終わりにしたいと思います。はい、それでは再生していきます。非常にありがたいかなと思うんですが、もう無理かなと思ってたんですけど、可変抵抗も2つあるし、なんかよくわからへんし、でネットでは情報ないし、もう非常にですね厳しい状況だったんですけど、まあ開けてこう調べて、もうやっぱやってみるっていうのがやっぱり重要かなと思いましたね。可変抵抗でもこの2つあっても両方回そうかとか、どうしようみたいなんでやめてしまうのが一番もったいなくて、もうやってみて、もう壊れてもいい覚悟でやっぱりやるのが重要だなと思いました。まあネットで情報を載ってたら、まあそれでやるのが一番ベストなんですけど、まあない場合もたくさんあるので、非常にですね、厳しい修理になるかなと思います。まあということで、こちらですね、無事直りましたんで、こちらは、クリーニングして、まあ末永く、使っていきたいなと思っています。はい、本日の、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録も、ぜひですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
思う。